地球外地的生命探査、通称セチ、その歩みは常に資金不足との戦いの連続でした。1960年、まだ太陽系外に惑星すら発見されていなかった時代に、フランク・ドレークは直径26メートルの電波望遠鏡を、比較的近傍の太陽に似た構成に向け、人工的なシグナルを検出しようとしましたが、 有望な信号はいられませんでした。オズマ計画と名付けられたこのプロジェクトは小さな試みでしたが地球外文明を検出しようとする初の科学探査という点で画期的でしたその後も NASA やアメリカ国立科学財団からの資金助成をもとに より大きな望遠鏡や高性能の受信機器を用いて観測が続けられましたが、設置に割り当てられる望遠鏡の観測時間は、年間でわずか数時間程度であり、あまり大きな進展はありませんでした。しかし、1992年に NASA が本格的に設置に取り組みかけたことがありました。マイクロ波観測プロジェクトと名付けられた設置の計画が承認され、10年間で1億ドル、日本円でおよそ100億円の大規模な予算がついたのです。ところがわずか1年後には、連邦議会によって予算がカットされ、 成果を上げる前にプロジェクトは頓挫しました。それ以来 NASA は設置からほぼ身を引いたのです。それでも1990年代は設置にとって予想外の進展があった時代でした。軽い惑星の発見です。1995年の最初の発見をきっかけに軽い惑星の発見数は年々飛躍的に増大し、現在では惑星を持つ恒星は普遍的な存在であることが分かってきたのです。こうした機運を背景に2007年にマイクロソフトの共同創業者 ポール・アレン氏が1100万ドルおよそ11億円を寄付して、設置専用のアレン電波干渉計が建設されました。しかし、ここでも比喩が襲います。2008年に起こった世界金融危機です。大きなダメージを負ったアメリカ経済の影響を受けて、連邦予算や州予算が大幅に削減されたことで、運営の半分を担っていた UC ・バークレーが計画から撤退してしまったのです。資金不足から望遠鏡は8ヶ月もの間稼働を停止し、 42台まで建設されていたアンテナを350台まで拡張する計画も頓挫し当初の計画は無期限に凍結されてしまいましたこうして世知の灯火は再びつえてしまったかのように見えましたしかしここで救世主が現れますロシア生まれの大富豪ユーリ・ミルナー氏ですもともとロシアで素粒子物理学者として働いていたミルナー氏は ソ連崩壊を機に米国に渡り、投資家としての才能を輝かせます。彼の起こした投資ファンドは、初期の Facebook や Twitter、後には Spotify や Airbnb など、今や誰もが知る巨大企業にいち早く投資し、巨万の富を築いていきました。フォーブス氏によると、個人資産額は約4300億円と見積もられています。彼は2015年に、ブレイクスルーイニシアチブと名付けられた、地球外生命探査に関わる大規模な総合プロジェクトを立ち上げ、 10年間で約100億円を投入することを発表しましまたこのプロジェクトのコアをなすのがブレイクススルーリッスンです地球外からの人工的な信号を受信するために世界で最も強力な可動式電波望遠鏡である米国のグリーンバンク望遠鏡とオーストラリアのパークス望遠鏡のそれぞれの観測時間の20%から25%を買い上げることで地球近傍の100万個の構成と100個の近傍銀河をサーベイし これまでの世知の10倍の空間領域を5倍以上の周波数でサーベイし従来の100倍の速さでデータを収集するという、前代未聞の野心的な計画となっています。今年の2月と6月には、これまでの中間報告となる観測結果が発表され、地球外文明のポジティブな信号は検出できなかったものの、プロジェクトが粛々と進んでいることが印象づけられました。こういった動きと呼応して、NASA も重い腰を上げようとしています。2018年には、テクノシグネチャーに関する NASA 主催のワークショップが開かれ、境外惑星の観測データから地球外文明の検出可能性を調べる研究に資金が下りたのです。しかし、こういった動きには懸念の声も聞かれます。そもそも地球の歴史を考えたときに、人類が無線を発明して地球外と交信できるようになったのは、最近100年ほどの出来事でしかありません。地球外生命を検出するなら、まずはもっと単純な生命が惑星大気に及ぼす影響を調べるのが先であり、いきなり文明の信号を検出しようとするのは、 あまりにも確率の低い博打であるという至極妥当な批判がありますまた通常は望遠鏡を使用するにはプロポーザルを書き科学的価値やこれまでの業績を審査された上でマシンタイムを獲得しますしかしブレイクスルーリッスンではマシンタイムをお金で購入しているため 本来なら他の分野にも咲かれるべき観測時間を圧迫しているとの批判や民主的・科学的な審査過程を経ていないとの懸念もあります。実際に2018年に全米科学アカデミーが公表した報告書では、設置に関する記述はほとんどなく、税金を投入してまで NASA が追求すべき課題ではないとの姿勢がうかがえます。さまざまな意見がありますが、1つ言えることは、ミルナー氏のプロジェクトによって、 研究者たちの意識が変わりつつあることです。これまでセチは科学の本流から外れた異端の分野と見られてきましたしかし経外惑星分野の発展とともに近年ではセチの論文が権威ある学術誌にも掲載されるようになってきました人類が地球外文明を検出するためにサーベイすべきすべてのパラメーター空間を地球の海だとするとこれまでセチで探査された領域はわずか浴槽1杯分にしかなりませんブレイクスルーリッスンを遂行しても 浴槽数杯分にしかならないでしょうそもそも私たちは永遠に当たらない宝くじを買っているのかもしれませんしかし宝くじは買わなければ絶対に当たらないのです地球外文明とのファーストコンタクトを迎える日が来るまで私たちは宝くじを買い続けることができるのでしょうか金持ちの道楽か人類の究極的な問いの追求かプロジェクトの残り期間はあと5年ですそれでは今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画が面白かったという方は チャンネル登録や高評価していただけると嬉しいです。それではまた。